ジンの夏服が見てみたい。こんにちは、ホピの部屋へようこそ。今回は脇田兼則の考案説について紹介します。脇田兼則といえば、コナンファンの間で激しい考察バトルが繰り広げられているラム候補の一人です。当チャンネルでも前に脇田兼則イコールラム説についてまとめてきました。ラムの可能性も十分ある脇田兼則ですが、正体は考案なのではという説も存在します。脇田が考案なのか考察していきます。アニメや単行本に含まれていない内容もあるので、ネタバレ注意でお願いします。まず脇田兼則が考案と言われる理由はどこにあるのでしょうか。大きく2つの理由から考案もしくは警察の関係者だと考えられます。考案説1つ目、警察用語を使う。脇田が初登場した奪われた万馬券の話の中で、警察関係者なのではと思われる発言をしています。この回では登場人物の何人かが白状と言っています。白状といった人は被害者、眠っている時の心、犯人、そして脇田です。脇田以外の人たちは文字通り白状と言っており、漫画ではカッコ書きで白状と書かれていました。ですが脇田が発言した時だけ読み方が変わります。脇田の発言の時だけはゲロするだけだからよと白状と書いてゲロと読むように書かれていたのです。このゲロは歌舞伎町とかで大学生がよく口から出しているものではなくて、警察でよく使われる言葉の一つです。取り調べとかで犯人が自分の罪を自白することをゲロと呼んでいます。漫画ではわざわざ他の人と比較してゲロの振り仮名が書かれていたところを見ると、警察に何かしら関係のありそうな描写ですよね。このゲロ発言は脇田は警察の関係者説一つ目の理由です。公安説2つ目、羽田事件を知っている。脇田が公安と思われる2つ目の理由は、2020年7月に発売されたファイル1057暗号の理由からの内容です。毛利探偵事務所の中で暗号を解き明かす回ですが、会話の中で脇田はこんな発言をしています。そこにあるべきものがなくなっていると気になりやすからね。そう、例えば将棋の駒とか。コナンで将棋が関わる事件といえば、17年前に起きた羽田浩二の事件ですよね。ラムが抜かった事件であり、黒の組織のボスが烏丸蓮也だと判明するきっかけになった事件でもあります。この羽田浩二事件に関係しそうな将棋の駒発言ですが、脇田の発言があった5つ前、ファイル1052ではもう一つ新たな情報が明らかになっていました。それは安室さんは公安の研修で羽田事件の資料を見ていて、その時に将棋の格行の駒がなくなっていたと教わったことでした。格行の駒がなくなったことは公開されていない情報で、現場を見た人、羽田浩二の関係者、公安の研修を受けた人以外は知らない情報となります。脇田がなぜ将棋の駒がなくなっていたことを知っているのか、それは脇田は公安ということが理由と考えられるのではないでしょうか。本当に脇田は公安なのか。では脇田は公安で味方なのでしょうか。紹介してきた理由から脇田は公安である可能性は高いと思います。ですが脇田は公安であっても味方ではない気がします。つまり黒の組織から公安に潜入しているスパイなのではないかと考えます。脇田が黒の組織からのスパイと思われる理由も紹介します。公安へのスパイ説1つ目、毛利小五郎に興味を持っている。脇田は小五郎の2番弟子を名乗るなど何かと興味を持っています。ですが脇田がただの公安なら小五郎を調べる理由は特にありませんよね。あるとしたら行く先々で事件に出くわすので死神かと疑うくらいのものです。ですが黒の組織の人間なら話は変わります。ジンは何かと眠りの小五郎を警戒していて、暗がりに鬼をつなぐがごとく鬼だったとしたら眠っている間に始末しねえとなと小五郎をかなり不審がっている様子が描かれています。ただの公安なら小五郎を探る理由はないですが、黒の組織の人間なら小五郎と接触してくる理由が出てくるのです。公安へのスパイ説2つ目、裏切り者を怖がっている。コナン、小五郎、安室徹、脇田兼則の4人で長野に向かっていた新幹線での発言でも組織の人間と思われる発言がありました。4人でババ抜きをしていた時に脇田は、自分をたばかる裏切り者がわかるじゃないですかと言っています。なぜ脇田は裏切り者を気にしているのか。それは
組織からアムロトールがノックではないかと探りに来ているのではと考えられます。マキタがラムかただのメンバーかは置いておいて、黒の組織はノックを容赦なく殺してきました。何かと単独行動が多いアムロさんですから、組織からスパイだと疑われて探りを入れられた可能性は考えられますよね。反対に脇田がただの公安だったとしたなら、裏切り者がという意味深な発言がよくわからなくなります。同じ公安の安室さんを監視するのもちょっと謎ですし、黒の組織からのスパイと考える方が辻褄が合いそうです。脇田が公安へのスパイなら安室さんの正体はバレないの？脇田は公安だけど黒の組織から潜入するスパイだと考察してきましたが、脇田がスパイなら黒の組織に安室さんの正体がバレてしまうんじゃと思ってしまいますよね。ですが同じ公安でも所属する組織が違っていれば安室さんの正体がバレることはありません。安室さんが所属する公安はゼロと呼ばれる組織で、警視庁や地方警察の公安の指揮を取る立場です。脇田が公安に潜入しているとすれば、所属しているのはゼロじゃなく、かつてスコッチこと諸伏博光も所属していた警視庁公安部だと思われます。ゼロに所属する人物はほとんど素性を明かしません。安室さんをゼロや警察関係者だと知る人も、警視庁捜査一課の黒田兵衛と警視庁公安部の風見優也くらいしかいなくて、他の公安や警察の人たちには安室さんの本当の姿は極秘です。安室さんをいつも厄介な探偵扱いしている目暮警部や高木刑事も安室さんの正体を知らないですよね。なので安室さんは黒の組織のバーボンとして脇田とつながっていて、脇田は公安に潜入しても安室さんの素性までたどり着くことはできないのです。スコッチのノックバレは脇田のリーク？安室さんがゼロに所属する公安で、脇田が警視庁公安部の公安だとすると、ある事件の仮説が浮かび上がってきます。それはスコッチこと諸伏博光がノックバレした理由です。黒の組織にノックバレしたスコッチですが、同じ公安でもバーボンの安室さんがバレなかったのかは不思議ですよね。ですが脇田が警視庁公安部へ潜入していたなら、同僚のスコッチはノックバレして、ゼロの安室さんはノックとバレないことに辻褄が合う気がします。考察をまとめると、脇田が組織から警察へ潜入しているスパイなら、警察用語を使うこと、羽田事件で将棋の駒が消えたのを知っていること、毛利小五郎を探る理由、黒の組織のバーボンを見張る行動、そしてスコッチがノックバレした理由までつながってくると考えられるでしょう。今回は脇田兼則イコール公安説について紹介してきました。脇田が公安の可能性は十分考えられますが、ただの公安だと小五郎を探る理由や裏切り者を警戒することなど、いろいろと辻褄が合わなくなります。ですが公安は公安でも組織から潜入していると考えると、ぴったり当てはまるのではないでしょうか。脇田はラムなのかただのメンバーなのか、そのあたりも今後は考察できればと思います。脇田は公安なのか、公安に潜入するスパイなのか、そのどちらでもないのか、皆さんの意見をぜひコメント欄で教えてください。